今日のイカれた偉人は伊達政宗、独眼竜とも呼ばれ、奥州出身の武将として知られています。天下統一を目指していた政宗でしたが、秀吉に先を越されてしまいます。そしてある時、秀吉から北条家を攻めるから手伝えと言われます。伊達家は北条家と同盟を組んでいたため、非常に悩みましたが、結局秀吉に従いました。しかし戦に向かう途中、身内から思わぬ足止めを食らってしまい、大遅刻をかまします。だがさすがは政宗、彼はなんと死に装束を着て秀吉に会いに行き、遅れてすみません、もう俺は死ぬ覚悟で来ましたと言い放ち、謝罪をします。そしてなんとこの無茶苦茶な謝罪が許されました。あ、ちなみに政宗はその翌年反乱を起こそうとしましたが、結局秀吉にバレていました。そしてこれもなんやかんやあって許されていました。皆さん、やらかしたらとりあえず死に装束をまといましょう。ではまた。